ドロセラアデラエドロスラアディレは、盲戦後継続の植物の一つ。食虫植物で、幅広く長い葉に年季を密生する。多年生の総本で、葉の年季で虫を捕らえる、食虫植物である。葉芯は薄くて、膜質、長さ10から20センチメートル、幅は0.6から1.5センチメートル、細い皮芯型から線形で、先端は尖る。葉は短くて目立たず、 卓洋は短くて、木舟樺は洋平に付着し、先端は二つに裂ける。家系はまっすぐに立ち、その先端近くに5から30の花を相乗果樹の形につける。花弁は、設計から卵円形で、先端は尖り、長さ2から3ミリメートル、幅1から1.6ミ、mm、リメートル、赤から赤葛色、学編は、花弁とほぼ同じ形と色を持つ。 学名の種称名は人名に基づく。なお、園芸大辞典は、この種を、本属最大の種としている。オーストラリアのクイーンズランド州の北部山地に分布し、この地の固有種である。園芸用に栽培される。栽培が始まったのは新しく、園芸植物大辞典には、導入されて10年ほどとあるので1970年代頃の、ことらしい。ただし、田辺には、 戦前には栽培が始まっていたとの記述がある。しかしその後広く普及し、本属の中で一番よく普及しているとある。栽培は高温多湿にして性質強く、また根から不定目を出して繁殖力も強い。また、寝伏せといってこの根を切って並べて発芽させることで繁殖させることも可能。冬は摂氏5度までは耐える。ただし、 この根拠はよくわからない。葉の長さなら、四つ股もオセンゴケやイトバもオセンゴケの方が大きいし、石持草のように茎が立ち上がるものにはもっと背の高いものがある。察するところ、葉の面積だろうか。園芸植物大辞典、P2452 田辺、P26 園芸植物大辞典、P2452 田辺、P26。ありがとうございます。